さて、当然の話だが、世の中には高い商品と安い商品がある。もちろん高い商品が全て良いものだとは限らないが、安いものには必ず安いなりの理由があるということに皆さん気づいているだろうか。安いものの中に良質な商品も多少はあるだろうが、基本的には安いものというのは安かろう悪かろうであると考えるべきだと思う。安物買いの銭失いという言葉がある通りで、安いからといってケチると結局は高くつくことも多々あるので、商品があまりにも無数に溢れすぎているこの現代においては、賢い消費者になるということが非常に大切なポイントになってくる。そしてお金をただ失うだけならまだしも、安い商品の中にはめちゃくちゃ健康に悪い商品も存在している。大抵そういったものは中国産などの海外産の劣悪なものが多い。例えば100均で売っている中国産の割り箸の危険性について考えたことはあるだろうか。例えば中国産の割り箸は主に安価な木材を大量に加工して作られる。その際に木材の質が低いことや防腐防カビ対策が必要となるため、大量の化学薬品が使用されることが一般的だ。具体的には漂白剤、防腐剤、防カビ剤、そして殺虫剤が使用されることが多く、これらの化学薬品が割り箸に残留するリスクが高い。特にホルムアルデヒドや強力な漂白剤は発がん性や呼吸器系への影響が指摘されている。これらの化学薬品は高温や油っぽい料理で食品に移行しやすく、食事を通じて体内に取り込まれるリスクがある。安全を確保するためには信頼できる割り箸や再利用可能な食器の使用など、そのようなことをかなり意識して心がけるということが重要になってくる。そしてこのようなことは何にも別に割り箸だけに限った話ではないのだ。私たちが使用する全ての商品に言えることである。食品にかなり気をつけている健康リテラシーの高い人は世の中多いが、自分が使用するもの、肌に触れるもの、口に触れるものについてなかなか意識を払っている人が少ないというのが現状である。これを聞いている皆様には、食品と同じレベルで自分が使用する商品や物に対しても注意を払ってほしいのだ。そうすればさらにもう一段上の健康レベルをゲットすることができるだろう。食事に気を使っているにもかかわらず、なぜか健康になれないと悩んでいる人は世の中結構多い。そんな人は自分が触れているものにも注意を払うべきだと言える。ぜひ本日の動画を通して健康知識をアップグレードしていただけると幸いだ。皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの竹見です。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一元で値段だけで選ぶと痛い目に遭う、使うたびに全身が汚染されていく、買ってはいけない100均アイテム7000について、二元でわずか100円、100均で絶対に買うべき無添加国産商品はこれだということを解説していきたいと思います。それでは早速、一元の値段だけで選ぶと痛い目に遭う、使うたびに全身が汚染されていく、買ってはいけない100均アイテム7000から解説をスタートしてまいりましょうか。さて、100円均一といえば、生活に必要なほとんどのものが100円で手に入ってしまうという超便利なショップですよね。最近はインフレによってどんどん生活必需品が高くなる中で、100均ショップのような激安店の需要が高まってきております。確かに100円ショップには安くて有用な素晴らしい商品も多数ございますが、中にはね、選び方を間違えてしまえば体に害になってしまうようなとんでもない商品も実は売られています。そこでこの動画の最初となる一元では、絶対に100円ショップで買ってはいけないヤバすぎるアイテムについて合計7つご紹介していきたいと思います。そして続く二元では、一元でご紹介する NG 商品の代わりになる100円ショップの具体的な商品もご紹介しますので、普段から100円ショップを利用される方はぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。それでは早速、一つ目に紹介したい買ってはいけない100均アイテムは、
無数の猛毒が食品に移る中国産割り箸であります。さて、普段から健康に気を使っていらっしゃる皆さんはスーパーなどで新鮮な体に良い食材を買い揃えて自炊されていることでしょう。そのような心がけは本当に素晴らしいことです。自炊は健康的な食事を安く手に入れることができる最強の節約術であると言えるでしょう。ですが、そんな自炊にも気をつけないとある落とし穴にはまってしまうことになります。その落とし穴というのは食器であります。どれほど健康的で新鮮な料理であっても、それを食べるために使う食器に毒が塗られていたらどうでしょうか。途端に健康的な食事が猛毒に変わってしまいますよね。実は100円ショップにはそういった非常に危険な猛毒食器が売られていることがあるんです。そのような危険な食器の代表例が中国産の割り箸であります。割り箸というのは洗う手間がありませんし、お昼にお弁当を持って行っている方などはとても重宝されていることでしょう。またいつでも新品で使えますから清潔感もありますし、様々なメリットがありますよね。ですが、中国産割り箸は非常に大きな健康上のリスクがあるため、決しておすすめできるような代物ではありません。日本人は割り箸の消費量が世界随一で、国民1人当たり2日に1膳の割り箸を消費しているという統計がございます。その一方で日本の割り箸の自給率はわずか 3% で、国内で使われているほとんどの割り箸がロシアや中国からの輸入に頼っています。さらに昨今はロシア・ウクライナ戦争の影響で日本に輸入される割り箸の9割が中国産となっています。そしてこういった中国産の割り箸には非常に質の悪い安価な木材が使われています。こういった木材は色が悪かったりカビが生えやすいといった様々なデメリットがあり、そういったデメリットをねごまかすため、大量の防カビ剤や漂白剤が使用されているという現実があります。以前 SNS で中国製の割り箸をコップの水につけておいたら水が濁って変な匂いがしたという投稿があり、一時期話題になったことがあります。これについてはデマなどという多くの批判が殺到し、都市伝説とも言われているんですが、実際割り箸20本を2時間コップの水につけた実験では水が濁り、強烈な割り箸臭を発したことが確認されております。100円ショップの中国産の割り箸の袋を開けると妙な匂いがしますよね。あれこそ割り箸臭であり、その実態は先ほどの大量の防カビ剤や漂白剤になっています。割り箸をつけた水が濁って割り箸臭を発したということは、その割り箸で食べた食品にもそれなりの毒性が移ってしまうことになりますよね。そうなればせっかく無添加の食材を選んでも、せっかくの健康効果が台無しになってしまいます。そもそもですが、中国産の割り箸に使われている防カビ剤や漂白剤は食品に使われるものよりもはるかに高い毒性を持っています。これは割り箸がそもそも食品ではないため、食品衛生基準に縛られないという理由がございます。中国産の割り箸に使われている防カビ剤としてはオルトフェニルフェノール OPP が有名です。オルトフェニルフェノールはかつて柑橘類にできる白いカビを予防するために使われていた農薬の一種ですが、実験によって 83% という信じられないほど高い確率で膀胱がんが発生することが分かり、世界中で急いで規制されるようになりました。しかし中国は割り箸は食品ではないという理由から、日本に輸出する割り箸に大量の OPP を使っていて、その割り箸を私たちが使うことによって食品に OPP が付着することになります。そして一方で割り箸用の漂白剤としては二酸化硫黄という物質が使われています。東京都立衛生研究所の調査では32種類の中国産割り箸中4件から
この二酸化硫黄が検出されているんです。二酸化硫黄というのは火山ガスなどにも含まれている猛毒であります。二酸化硫黄は短時間であっても喉や目に炎症を引き起こすことが知られていて、高濃度の二酸化硫黄に触れると失明したり、最悪呼吸停止によって死亡することすらあります。恐ろしいのが、中国産割り箸ではこのような二酸化硫黄が漂白のために使われているというだけでなく、実際に割り箸に残留しているということなんです。漂白の過程で仕方なく二酸化硫黄を使うけども、最終的には全て除去されているのならばまだわかります。ですが、先ほどの衛生研究所の調査から、中国産の割り箸から現に二酸化硫黄が検出されているんです。二酸化硫黄は粘膜に対する強烈な刺激性があるため、少量であっても飲み込むことで当然私たちの口の中や食道、胃の粘膜などを荒らしてしまいます。そのため普段から割り箸を使う人で口内炎や食道炎、胃痛といった症状がある方は、もしかするとこの二酸化硫黄が原因になっているかもしれません。さらにやばいことに、中国産の割り箸にはなんと発がん性があるということまで確認されているんです。東京都健康安全研究センターの調査によると、中国産割り箸に含まれるクロロエタノールの 24% が食品に移行するということが確認されております。クロロエタノールは割り箸の防腐剤として使われる猛毒で、神経系や肝臓などに猛烈なダメージを与える上に発がん性が指摘されていることから、北米や EU などでは規制されております。さて、つまりここまで言ったことをまとめると、中国産の割り箸を使って食べ物を食べるだけで、その食べ物は 83% の確率で膀胱がんを引き起こすオルトフェニルフェノール、そして失明や呼吸困難を引き起こす猛毒二酸化硫黄、そして世界各国で規制されている防腐剤クロロエタノールといった数々の猛毒によって汚染されてしまう恐れがあるんです。いくら無添加で無農薬のオーガニック食品を食べていても、割り箸がこれだけの猛毒に汚染されていたら何の意味もありませんよね。このように中国産の割り箸というのは実に危険すぎる要素でてんこ盛りですから、いくら安いからといって手を出さず、ぜひ2限でご紹介するような健康的な国産の割り箸を使っていただきたいと思います。また自宅で割り箸なんて使用せずに、私はしっかりと普通の箸を使っていますという方も結構いらっしゃるかもしれませんが、外食するときはどうでしょうか。飲食店によってはそもそもね、割り箸しか用意されていないところもたくさんありますよね。またスーパーやコンビニなどでお弁当や惣菜を買うと割り箸がついてきますから、ほとんどの人はその割り箸を使って食べていることだと思います。その割り箸は果たして大丈夫でしょうか。飲食店やスーパーやコンビニといったものは当然厳しい競争にさらされています。少しでもコストを下げて製造しないと、他の飲食店やスーパーやコンビニに負けてしまい、たちまち潰れてしまうでしょう。そんな時、値段の高い割り箸とめちゃくちゃ安い中国産の割り箸があったらどちらを使用しますか。大抵の消費者は別にね、割り箸の品質なんて気にもしていませんから、そりゃ中国産の安い割り箸を使用する確率がほぼ 100% と言えないでしょうか。こういった理由から、外で食べる時の割り箸にもぜひ皆さんは注意してほしいんです。デリバリーでね、家に届いたものとか、帰り際にスーパーやコンビニで買ってきたお弁当などを家で食べるのであれば、ちゃんと割り箸ではなく自宅の箸を使うようにしてほしいと思います。それでは次、二つ目に紹介したい、使うたびに全身が汚染されていく買ってはいけない100均アイテムは、添加物まみれの中国産レトルト食品でございます。さて、割り箸のような食器だけではなくて、100円ショップには数多くの食品も売られておりますよね。100円ショップの食品コーナーは非常に充実していて、中にはコンビニやスーパーの代わりに使っていますという人も結構多いでしょう。ですが、
100円ショップの食品は割高である。添加物入りの加工食品が多い。見たこともないようなメーカーの怪しげな食品があるといった点で、あまりおすすめすることはできないんですね。第一、コンビニと同じで100円ショップの食品の多くが実は割高です。スーパーが独自のルートで大量に仕入れをするのに対し、食品専門店ではない100円ショップはそこまで食品を大量に仕入れることはできませんよね。また100円ショップはコンビニと同じでほとんどがフランチャイズになっているため、スーパーのように店の一存で勝手に値引きできないという裏事情もあります。こういった理由からどうしても100円ショップの食品はスーパーに比べて割高になりがちなんです。また100円ショップはスーパーと違って食品の回転率が良くありません。回転率というのは一定期間内に商品がどれくらい売れたかということで、回転率が低いほど棚に多くの商品が長期間残ってしまうことになります。食品の回転率が低い100円ショップでは新鮮な食材を仕入れたところで売れずに腐ってしまいますから、必然的に賞味期限の長い添加物もりもりの加工食品が多くなってしまいます。さらに100円ショップにはスーパーやコンビニでは見かけたことがないような変わった食品も置かれていることがございます。大手のスーパーやコンビニというのはいわば食品メーカーにとっては乗客で、優先的に棚に置いてもらおうと様々な営業努力をしております。そういった営業努力ができないような小規模な食品メーカーのよくわからない食品が100円ショップなどに流れ着くことがあるんです。こういった小規模食品メーカーの食品すべてが悪いと言っているわけではありません。日本の製パン最大手の某社のように、大手でありながら平気でシュウ素酸カリウムのような猛毒をパンに混入して練り上げているようなとんでもない会社も存在します。一方で地方のローカル食品メーカーに良質な無添加食品を扱う企業があるということも事実です。ですが先ほどの通り、100円ショップは性質上添加物食品が多いということを考えると、100円ショップに置かれるような謎の無名食品にあまり健康効果は期待できないと言わざるを得ません。健康リテラシーが高く、食品の裏の原材料表示を見てご自身で判断できる方はチャレンジしてもいいかもしれませんが、自信がないよという方は安易に手を出さない方が無難であると言えるでしょう。こういった数々の理由から100円ショップの食品というのはあまりおすすめできないものばかりなんです。ただし中には100円ショップで売られていたらむしろ買うべき食品もございます。例えば国内産の調味料系です。スーパーに売られている調味料というのは大抵家庭用の大きいものが多いですよね。スーパーではそういった大型の調味料は安いんですが、一人暮らし用の小さいサイズのものであれば逆に割高だったりします。そのため小さいサイズの調味料は意外と100円ショップの方がね、割安なこともございます。大型の100円ショップの店舗などであれば、塩や胡椒といった調味料以外にも片栗粉のような粉物でも使い切りタイプの小さいものが安く売られていたりします。皆さんは調味料をね、使い切らずに腐らせてしまったなんていう経験はありませんか？あるいは賞味期限が2年も前に切れている醤油を未だに使い続けている方もいらっしゃるでしょう。使い切れずに捨てるのはお金の無駄ですし、賞味期限切れの調味料を使い続けるのは健康上のリスクになってしまいます。そのため家族の少ないご家庭やあまり料理をする機会がない方は、少し割高でも小さいサイズの調味料を買った方が結果的にお得になるわけです。そのため国産の無添加のものを見つけた場合に限り、100円ショップで調味料系を買うというのはありな選択であると覚えておきましょう。それでは次、3つ目に紹介したい、使うたびに全身が汚染されていく買ってはいけない100均アイテムは、膨大なマイクロプラスチックが溶け出すティーバッグであります。100円ショップで
意外と重宝するのが手芸や料理器具といった手作り用品であります。自炊や創作、ガーデニングなど創意工夫を凝らして自分の手で何かを手作りする趣味というのは例外なく全て素晴らしいものばかりです。創造性を働かせることで脳がフル回転して脳細胞を常に若々しく保つことができます。また手を細かく動かすことは頭で何かを考えるよりもはるかに脳を回転させますので認知症予防には抜群の効果があります。またこれらの趣味は年をとって出かけるのが難しくなってからでも続けることができますし、友達がいなくたって一人でできる趣味ばかりですよね。そして何といっても道具さえ揃えてしまえばあとはほとんどお金がかからないというところもポイントです。このように手作り系の趣味というのはとにかくメリットだらけなんです。そして100円ショップはそんな手作り系の趣味を応援してくれるアイテムの宝庫であると言えます。手芸用品や調理器具、お菓子作りの材料からガーデニング用品に至るまで100円ショップにはありとあらゆる手作り用品が売られていますよね。もちろん中にはぜひとも活用したい素晴らしい商品もありますが、一方であまり使いたくないものも多いというのも事実でございます。特に注意しなければいけないのがやはり食品系です。中でも代表的な買ってはいけない手作り用品がティーバッグであります。お茶や紅茶が好きな方は茶葉から自分でお茶を入れるという方も多いでしょう。そんな方に重宝されるのが空っぽのティーバッグですよね。自分で好きな分量の茶葉を詰めてお湯を入れるだけで簡単にお茶ができるティーバッグは後片付けも簡単でとても便利です。100円ショップのティーバッグであれば大容量で安いため価格を気にせずどんどん使い捨てできるというのも良い点でしょう。ですが100円ショップのティーバッグには大量のマイクロプラスチックが溶け出す恐れがある、そして漂白剤が使われているといったデメリットが存在していることを忘れてはいけません。ティーバッグにはプラスチックメッシュタイプのものと紙タイプのものがありますが、そのどちらにもデメリットがあります。プラスチックコップにお湯を注いだ実験では数千万単位のマイクロプラスチックがお湯に溶け出したことが確認されています。プラスチックというのは非常に安定した物質で消化吸収されないため人体に悪影響がないと言われ続けてきたんです。ですが人類がプラスチック製品を使うようになったのはつい最近のお話で、まだまだ未知の問題がたくさんあるんです。実際最近になってマイクロプラスチックが体内に蓄積することでホルモンバランスを乱してしまうなどの害がようやく確認されるようになってきました。またマイクロプラスチックが別の毒性のある物質と結びついて腸で吸収されることでプラスチックが毒物の運び屋になってしまうという恐ろしい事実も報告されています。ティーバッグというのはまさにお湯を注ぐものですから、プラスチックメッシュでできたティーバッグは大量のマイクロプラスチックを撒き散らす爆弾のようなものであると言えるんです。一方で最近ではこういったプラスチックの害が注目されることでプラスチックフリーのティーバッグも増えてきております。ですがプラスチックフリーであれば必ずしも健康的であるというわけではないんです。なぜならば紙製のティーバッグには先ほどの中国産割り箸と同じで体に悪い漂白剤が使われている恐れがあるからです。そのためたとえ紙製のものであっても漂白剤が使われた真っ白なものというのは非常に危険で選んではいけないというわけなんです。それでは次4つ目に紹介したい使うたびに全身が汚染されていく買ってはいけない100均アイテムは寸法がずれまくって使い物にならないメジャーであります。さて100円ショップの商品の中にはあまりにもね安すぎてちょっとびっくりしちゃうようなものも売られていますよね。特にドライバーのような工具や充電器のような家電はホームセンターや家電量販店よりもはるかに安い価格で売られていることがあります。中でも驚きなのがメジャーです。長いものを測るメジャーはホームセンターで購入すれば数百円くらいしますよね。ものによっては
1000円近くすることもあります。そんなメジャーが100円ショップではなんと100円プラス消費税で買えてしまいます。メジャーというのは意外と使う機会が多いものですよね。そうは言っても日用品のように頻繁に使うわけでもなく、必要な時に家にないという経験をされたことがある方も多いと思います。そんな時、家の近くの100円ショップにメジャーが売られていたらとても便利ですよね。ですがそのメジャー、実は大きな問題がございます。実はメジャーに限らず100円ショップに売られている多くの工具が実規格に準拠しておらず、もちろん認定もされていません。試しに100円ショップの工具コーナーを見てみれば、JIS マークがついているものがほとんどないということがわかるでしょう。JIS規格というのは産業製品の規格や寸法などを細かく定めた国家規格になります。JIS規格を管理している日本規格協会が経済産業省の天下り団体であり、JIS規格の運用自体が非常に巨大な既得権益を生んでいることから、JIS マークには悪いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。まあ確かにね、そういった闇の部分があるのは事実ではありますが、JIS マークのおかげで日本の工業製品の品質が保たれているというのもまた事実であります。実際JIS マークのない100円ショップの中国製メジャーにはなんと寸法がずれているというとんでもない粗悪品が存在しています。100円ショップのメジャーと JIS 規格のメジャーを比較した実験では、最大で1ミリほどの誤差があるということが分かっています。1ミリというのは小さいように見えて、場合によってはものすごく大きな誤差です。特に木材を切って家具を作っている DIY が趣味の方などにとっては、1ミリの誤差というのは正直なところ致命的な誤差になってしまいます。このように100円ショップのメジャーというのは正確な数値は期待できず、あくまで目安程度にしかならないんです。ざっと大まかな長さを測りたい時などには良いですが、細かい長さを測りたい時には全く役に立たず、結局高いホームセンターのメジャーを買い直すことになってしまいます。ホームセンターのきちんとしたメジャーの方が材質もいいですし、メジャーのヘリの部分で怪我をしてしまうこともないでしょう。安物買いの銭失いという言葉がある通り、安いからといってケチると結局はこのように使い物にならず、改めて買い直してより高くつく羽目になります。またメジャー以外のドライバーや充電器といった工具や家電も、100円ショップの質の悪い中国産のものは怪我や発火などのリスクも指摘されております。そのためこういった工具や家電系は何も高級品を選べとは言いませんが、100円ショップではなくきちんとしたお店でそれなりの品質のものを買うというのが結局はよろしいと思います。それでは次、5つ目に紹介したい使うたびに全身が汚染されていく買ってはいけない100均アイテムは、大量の経費毒が吸収されるボディーソープであります。さて、私たちが口に入れる食べ物と同じく、いやそれ以上に気をつけなければいけないのが、直接肌に触れる化粧品や石鹸などの消耗品であります。私たち人間の体には口から食べてしまった毒素を分解するためのシステムがたくさん備わっています。毒を食べてしまってもまずければそれを吐き出すことができますよね。また万が一病原菌を飲み込んでしまっても、そのほとんどが強烈な酸性である胃酸によって分解されます。そして胃を通過してしまった毒素の多くは、腸が持つ免疫バリアによって弾かれ、下痢として体の外に排泄されます。こうして口から食べた毒素のうち、体内に吸収されてしまうものは実はごくわずかなんです。一方で皮膚に直接触れてしまった毒素は、そのまま血液の中に吸収されてしまいます。このような皮膚から吸収される毒素のことを経皮毒と言います。中でも唇や脇の下、デリケートゾーンといった体の柔らかい部位からの経皮吸収率は、腕などの硬い皮膚の40倍以上であり、このような場所に毒素が付着してしまうと大変危険です。ですが100円ショップにはこういった危険な経皮毒の原因になってしまうような商品がたくさん売られています。最近はドラッグストアなどで安く売られているプチプラの化粧品が流行っていて、重宝している方も多いことでしょう。
ですが、100円ショップにはそれらのプチプラよりもはるかに安い値段で化粧品が売られていますよね。そのような激安コスメには様々な合成添加物が使われている恐れがありまして、顔につけることで肌荒れを引き起こしてしまう可能性がございます。また脇の下に塗る制汗剤やデリケートゾーンを洗うボディーソープなどにも注意が必要です。もしこれらの制汗剤やボディーソープに危険な添加物が入っていたら、通常の40倍もの速度で体内に吸収され、血液中が添加物まみれになってしまいます。実際100円ショップで売られているような激安ボディーソープの多くに危険な界面活性剤が含まれているという事実があります。界面活性剤というのは水と油を混ぜるための薬品のことで、簡単に言ってしまえば洗剤です。皆さんの中に洗剤が好きでガブガブ飲むなんていうおかしな人はいませんよね。ですが界面活性剤入りのボディーソープでデリケートゾーンを洗うというのは、経費吸収によってまさに洗剤をガブガブ飲んでいるのと全く同じことをしているというわけなんです。そのためこういった皮膚に直接触れるものについては、100円ショップではなく高くなくてもいいので、ドラッグストアなどできちんと信頼できるメーカーのものを買うようにしてほしいです。おすすめとしては、やはり余計なものが添加されていないような無添加の体に優しいものを選ぶということをおすすめいたします。それでは次、6つ目に紹介したい買ってはいけない100均アイテムは、全くもって使い物にならないオフィス用品であります。さて、先ほどメジャーやドライバーといった工具系はホームセンターできちんと JIS マークのものを買うべきだと申し上げました。実はこういった工具だけでなく、ガムテープやホッチキス、ハサミといったオフィス用品もまた100円ショップよりもホームセンターの方が良いと言えるでしょう。100円ショップのテープ系も一度でも使ったことがある方は、全然粘着力がなくて使い物にならなかった経験をした人多いと思います。100円ショップで売られているような中国製のホッチキスはすぐに芯が折れてダメになってしまいますし、ハサミに至っては全く切れなかったりしますよね。もちろん全ての商品がダメだと言っているわけではありませんが、中国製のこういったオフィス用品は品質が安定せず、使い物にならない不良品が多いというのも事実でございます。3色ボールペンを買ったが2色しか色が出なかったなんていうのもよく聞くお話ですよね。また消耗品に関しては、100円ショップで1個買いをするよりもホームセンターなどで数個セットになっているものの方が安く手に入るという点も見逃せません。まとめ買いが必ずしも良いわけではないですが、安くてさらに品質も良いとなればホームセンターの方に軍配が上がりますよね。このように100円ショップには得意なジャンルと不得意なジャンルがありますから、上手に使い分けるようにするのが良いでしょう。それでは次、7つ目に紹介したい使うたびに全身が汚染されていく買ってはいけない100均アイテムは、腎臓や肝臓がぶっ壊れる猛毒ストローでございます。さて、100円ショップに限らず、スーパーでもコンビニでも絶対に皆さんには買っていただきたくない商品がございます。それがストローになります。先ほどティーバッグのところでマイクロプラスチックの害についてご説明いたしましたが、プラスチック製のストローもまた大量のマイクロプラスチックを放出する危険な食器の一つであります。さらにストローには色がついているものまであり、こういった色付きのストローは石油からできた危険なタール系色素が飲み物に混ざってしまう原因になります。そしてよく見落とされがちな落とし穴が紙製のストローです。紙ストローはプラスチック製のストローと違って安全だと思われがちですが、全くそんなことはありません。紙ストローは水でふやけないように内側が加工されていて、薄いプラスチック素材が塗られているんです。さらにこうしたプラスチック素材を貼り付けるための接着剤ま
まで使われていて、この接着剤には発がん性が指摘されているような猛毒が使われているケースもございます。そのため紙ストローはむしろ純粋なプラスチックストローよりもなお一層体に悪いという危険性があります。ちなみにこれはストローに限らずプラスチックコップや紙コップについても全く同じことが言えますし、上皿なども同様でございます。そのためこういった食器系はプラスチックや紙製ではなく、きちんとしたステンレスや陶器のものを買い揃えるようにしましょう。また補足になりますが、陶器のものが良いからといって100円ショップで売られているような激安の茶碗とかコップ、お皿といったものはおすすめできません。なぜならばこういった激安の中国製のお皿には死ぬほど危険な重金属が含まれている恐れがあるからです。実際の100円ショップの店舗で売られている食器類を調査した研究では、非常に多くの商品からカドミウムや鉛といった猛毒が検出されたということが報告されております。こういった重金属には高い発がん性が認められていて、絶対に摂取してはいけない物質ばかりです。そんなものが皿から溶け出したら、せっかく盛り付けた無添加食材が発がん性食品に様変わりしてしまいます。こういった理由から、食器には100円ショップの激安の中国産の食器ではなく、ある程度の価格の良質なものを選んでいただきたいと思います。食器というのは毎回使うものですから、ある程度お金をかける価値があると言えます。それではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元まとめ。この一元では使うたびに全身が汚染されていく、買ってはいけない100均アイテムを合計7つ紹介しました。一つ目は無数の猛毒が食品に移る中国産割り箸。二つ目は添加物まみれの中国産レトルト食品。三つ目は膨大なマイクロプラスチックが溶け出すティーバッグ。四つ目は寸法がずれまくって使い物にならないメジャー。5つ目は大量の経費毒が吸収されるボディーソープ。6つ目は全くもって使い物にならないオフィス用品。7つ目は腎臓や肝臓がぶっ壊れる猛毒ストローでした。それでは次2元で、わずか100円、100均で絶対に買うべき無添加国産商品はこれだというテーマについて解説してまいりましょう。さて1元では100円ショップで買ってはいけない危険なアイテムをご紹介したわけですが、中には皆さんが日頃から使っているものもあったかもしれません。そんな方は100円ショップで買えないとなると、お金がなくて困ってしまうという方もいらっしゃることでしょう。ですが日本の100円ショップというのは優秀で、きちんと商品を選ぶことができれば安く良質な代替品をゲットすることができちゃうんです。そこで2元では絶対に100円ショップで買っていただきたい素晴らしすぎる国産アイテムを合計2つご紹介します。まず1つ目に紹介したい100均で絶対に買うべき無添加国産商品はダイソーヒノキ元禄箸であります。さて1元では100円ショップで売られている中国産の割り箸のあまりのヤバさについてご紹介いたしました。中国産割り箸を使うことで漂白剤や防腐剤といった数々の猛毒が食品に移ってしまうのでした。そもそも割り箸というのは地球環境にも良くありませんから、できれば良いお箸を一膳買ってそれを洗いながら長く使うというのが理想的ではあります。とはいえお客さんが来た時やお弁当を作る時などどうしてもね、割り箸を使いたいというケースも確かにあるでしょう。そんな時おすすめできるのがダイソーで売られているこちらの国産割り箸であります。こちらは国産の良質なヒノキを 100% 使用した割り箸で、中国産のものと違って非常に安心してお使いいただくことができます。なぜ国産ヒノキの割り箸がこれほど安いのかというと、建築材を取った後の端材を有効活用して生産されているためなんです。安物の中国産と違って角が削られており滑らかで、圧倒的に使いやすいというのもメリットでしょう。30本入りで100円の中国産のものに比べたら多少お高く感じるかもしれませんが、健康には変えられませんから、普段から割り箸をよく使うという方はぜひお近くのダイソーで探してみてほしいと思います。それでは次2つ目に
に紹介したい100均で絶対に買うべき無添加国産商品はセリアお茶パックコットンであります。さて、一元でプラスチックメッシュや漂白された紙でできたティーバッグがいかに危険なのかについてご説明いたしました。とはいえ、普段から茶葉からお茶を入れて飲む方にとってはティーバッグというのは必須アイテムでなければ困るよという人いるでしょう。おまけにティーバッグは一度使ったら捨ててしまうものですから、安く済ませたいなという気持ちもあるでしょう。そんな方におすすめなのが100円ショップのセリアで売られているこちらのコットンお茶パックであります。こちらのお茶パックは 100% 無漂白のコットンで作られているため、マイクロプラスチックや余計な漂白剤がお茶に溶け出してしまう心配はありません。おまけに35枚入りの大容量ですから、使い捨てであってもそこまで家計を圧迫しないというメリットがあります。パックの縁はプレスで留めてあるため、もちろん接着剤の心配もありません。メイドインジャパンのため品質も良く、中国産のティーバッグのように使っているうちに茶葉が漏れてしまうなんていうこともないのが良いですよね。お茶好きの方はぜひこちらのお茶パックでお茶を入れるようにしてみてはいかがでしょうか。それではこの辺で2限の内容をまとめておきたいと思います。2限まとめ。この2限でご紹介した100均で絶対に買うべき無添加国産商品は、1つ目ダイソー国産ヒノキ元禄橋、2つ目セリアお茶パックコットンの合計2つでございました。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしていただけますと嬉しいです。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしていただけると大変嬉しいです。本日はご清聴ありがとうございました。